シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子であります。この番組ではリスナーの皆さんのことは隊員さんとお呼びしてますので、隊員の皆様はぜひ番組にメールを送って番組を応援してくださいね。よろしくお願いします。さてさて、なんとシークレットベース K ステーションミニミニになってから今回で90回目になります。わー、もうなんだかんだ90回目なんですね。すごい、本当にありがとうございます。ということは100回目は何か特別なことしたいなと思うんですけれども、何がいいかな、何がいいですかね。皆さんのぜひなんか質問等々とかメールいっぱいいただけると嬉しいなと思います。まあとりあえず100回目が来るまでには100回目に何してほしいっていうメールとか、あとで100回目に何するって決まったらその例に対してのメールをどんどんいただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。特にメールがなかったら普通に100回目が過ぎていくと思いますので、よろしくお願いします。さてさて、ゴールデンウィークが終わった翌週になりますね。皆様はどういったゴールデンウィークをお過ごしでしたでしょうか。まあ関東は結構風が強い日とか最終日は雨が降ってしまったんですけれども、比較的天気のいい日が続いてたのでお出かけ日和だったのではないかなって思います。まあね、私は前ラジオでもお話しした通り近所に気になっているレストランに食べに行きました。ハワイ料理のお店なんですけれども、そう、なんかこう車でね、道を走ってたらもうその音ピン線の周りだけ、もうその一箇所だけ南国の木がね生えてて、なんだろうここはとかってね、よく見てたんですけれども、まあよく調べたらハワイの料理のお店で、ここ行ってみたいなっていうことで、まあなんだかんだもう気づいてからは1年以上経ってるんですけれども、それでやっとゴールデンウィークに旅に行くことができました。やっぱりね、なんかゴールデンウィークってのもあるかもしれないけれども、お店もランチに行ったんですけれども混んでいて、でねお店の中がね、ほんとハワイの伝統的な作りの形式に様式になっていて、地球の神様のね像とかもいっぱい置いてあるし、お花も飾ってあるし、で店員さんもねアロハとかねをね着てるんですよ。お料理自体もそのハワイのね伝統的な、まあ、ステーキであったりとか、なんかロコモコみたいなとかポキとかあって、もうねすごい美味しかったです。もうハワイ行ったのなんてもうこう何年前だろうもう十何年以上前なんで、まあ、ハワイまた行きたいなって思いました。ハワイ料理も美味しいですよね。やっぱりね、日本にいながらね違う国のね料理を食べるのってまた美味しいですよね。またその雰囲気もね味わえるのでとても良かったです。そう、そしてねゴールデンウィークに大事件が起きたんですよ。ナンバーワンの大事件が、家の中にアリが出てきたんですよ。そう、アリが最初はねベランダのサッシのとこにいるなと思ったら、いつの間にか部屋のねところどころにいたんですよ。もうあ、これはやばいなと思って、アリの跡をつけてって出入り口をちょっとね確認してみたんです。そしたら部屋の中の柱の下のあたりから出入りしてるっぽくって、ちょっとありえないなと思ったんですけど、まあそこにとりあえず家の人がアリの巣コロリみたいなのをね、アリの毒餌ですよ、買ってきて、それをその巣穴の近くに置いて、出入り口の近くに置いて様子を見てたんですけれども、まあ一向にアリが減らないと。でアリの巣コロリがまだね5個ぐらい残ってたから、じゃあアリを見たところにね全部そのアリの餌を置こうってことになって置いちゃったんですよ。私は大丈夫かなこれって思ったんですが、案の定そのアリの餌でたくさんアリが集まってきちゃって、でちょっと布団の近くにアリいるわと思ってアリを捕まえて外に出して、ちょっと一応その布団の下、私スノコの上に布団敷いてるんですけど、ちょっと布団の下も見てみようって思ってスノコをあげたら、なんとね
アリが100匹以上渦を巻いてグワーっていて、あげたことによってうわーって散ってったんですよ。まあ本当恐ろしい光景で、まあ掃除機で吸って掃除に出してみたいなことやったんですけども、いやこれは絶対アリの餌をねのね匂いがねアリを引きつけてるんだよってことで、とりあえずなんかそのベッドのねあの布団の近くに置いてあったアリのスコロリはなくしたんですけども、まだねいろんなとこにね置いてあったままだったんですよ。でお風呂にもう12時過ぎぐらいにお風呂に入ろうとして、パッと床をねお風呂場の床を見たら脱衣所のねとこなんですけども、アリがいて、あーやだなーって思ってちょっと目線を上げたら、タオルとか入れている棚のところにアリがわーってなんかこう列をなして上に上がってったり下がってったりしてたんですよ。あやばいやばいと思って、さらにちょっと横を見たら棚ね、私その棚のところに洗濯機のあのお風呂からお湯を取るホースあるじゃないですか、そのホースをかけてるんですよ。そのホースの先端にアリがうじゃうじゃっていて、うわーってなってたんで、まあ、夜中なんですけども、まあ、火事を起こしまして、アリを処分したい、処分じゃないですね、ちゃんと逃がして捕まえたり逃がしたりとかしてね、あのそのもうアリの餌を全部回収してくださいと、もう これは餌によってアリが全部引き寄せられて家の中に入ってきてしまっております、だからなんとかしてくださいってことで、そしたらもう洗濯機の下にもその餌を置いてあったし、まあ、ゴミ箱の近くとか置いてあったし、これはやべえだろうってことになって、まあとりあえずそのアリのスコロリをね全部片して、でまあ、ちょっとねあのそのアリってフェロモン出すじゃないですか、だからちょっと拭き掃除とかなんだかんだれとかして、もう夜中ね大変でございました。でもなんだかんだそのアリが減らなくって、まあ、ちょこちょこやっぱ見かけるんですよ。だからもう牛乳ね、もうちょっととりあえず、あの、管理業者さんに、あの、連絡して、とりあえずちょっとなんか出そうなところみたいな、ちょっと隙間ね、空いてたところ、あの、アリが出入りしてたっぽいところは、あの、塞いではもらったんですが、まだちょこちょこいるんですよね。皆さん、もし、良きアリの駆除業者ご存知でしたら、ぜひ、あの、番組にメールをください、教えてください、よろしくお願いします。でもねほんと困る、ちっちゃいアリだからまだいいけども、そのまたちっちゃいアリさらに大きいのが出てきたりしたらもう私は終わりですね。アリは別に大丈夫だけれども見ててもね、あまあまあまあアリさんごっつんこみたいな感じなんですけども、やっぱりいっぱいいるの見ちゃってからはねちょっともうねアリもねちょっと恐怖症なところに出てきてしまいました。はい、あの皆さんぜひ業者さんご紹介よろしくお願いします。本当飛んだゴールデンウィークでしたよ、まだついてますけどねアリ自体はね。さあ皆さんのゴールデンウィーク事情はいかがだったでしょうか、もしよろしければね私に教えてくださいね。それではここで一曲お聴きください。近藤かな子のアルバムミラーより Whenever I am。の時間です。この番組では皆様からのメールを大募集しております。
普通歌、今度への質問、お悩み相談など、そして100回に向けてのね、メールもぜひお待ちしております。メールの宛先は K ステーションのツイッターの DM から送ってください。ツイッターの ID はアットマークスペードパンダ3数字の3です。アットマーク SPADEPANDA3 数字の3となっております。シークレットにあなたのお便りがステーションに届くので、どしどし送ってくださいね。次回の締め切りは6月の9日となります。さてさて、ここで告知をさせてください。ただいま各サブスクリプションで近藤かな子の楽曲が配信中です。ぜひお使いのサブスクで近藤かな子と、入れて検索してみてください。ぜひ近藤の楽曲も聴いてください。よろしくお願いします。さてさて、ゴールデンウィークが終わったということはですね、東京のお祭りが始まります。お祭り楽しみ、私は本当お祭り大好き。皆さんのね、お祭りはどういったものなんでしょうか。私のこの東京のお祭りはですね、やっぱりおみこちわしを担いで、出汁を引いて、お菓子とかお赤飯もらったりとか、屋台でお好み焼き、あと水飴とかソースせんべいとか食べて、地元のね友達とワイワイ喋ったりする、親戚が集まってワイワイするっていうのがお祭りだなと思っております。まあ有名なところだとね、秋葉原のところにあります神田明神とかのねお祭りもありますし、浅草の浅草寺もあります。もしよろしければね、東京のお祭りもぜひ皆さん楽しみに行ってみてください。それではここでお別れいたしましょう。お相手は隊長の近藤かな子でした。まったね。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。MGP ログメインパーソナリティを務めるのはミステリーガールズプロジェクトの愛理です。よろしくお願いします。リスナーの皆様にはぜひ M ログで覚えてもらえたらなって思います。こういう自分進行で話をしていくのは初めてで不安でド緊張しているんですが、楽しんだもん勝ちだと思うので楽しみたいと思います。温かい目で、いや温かい耳で聞いてください。